はい、こんばんは、山城と申します。というかね、まあ、続きで撮ってるわけなんですけどね、まあ、弁当シリーズですね。他にもね、もう一個ね、東海県さんのね、弁当屋さんがありましたね。あそこで買ってきました。駅弁、もともと駅弁屋さんなんでね、東海県さんね、駅弁、幕の内弁当がね、売ってましたんでね、じゃあ買ってみようってことでね。ね、メーカーのやつは別にバラバラのところで買ったんですけど、まあ、結果的にね、こっちの方ではサンドイッチがね、売ってなかったってことなんで、駅の構内じゃなくて、あっちのね、先の動画で多分出てると思いますけど、ちょっとね、駅出てね、しばらくちょっと西の方に行ったところにね、本当にお弁当屋さんみたいなね、普通のお弁当屋さんみたいな店舗なんですけど、格ですからね、いただこうと思います。なるほどね。結構、ちょっと、ゴミがしっかり固まってますね。ちょっとふわーくるくるってしたんですね。というですね。あ、じゃ幕の内って感じですね。ちょっと見から写真がブロブロしておきますんでね。それでねちょっと話しておきますけど、なんかね、あ、本当だ、やっぱかまぼことか入ってるわ。うん、確かね、ご飯に梅干しが入ってるでしょ。で、これ卵焼きが入ってるんですか、写真今撮ったのあげときますけどね。で、なんか主菜と、で、かまぼこがなんか入ってないとわかるかな、と、漬物やったっけな。うん。確かに、今一通り揃ってて、ありがたいですね。いただきましょう。ね。幕の内ね、俵ご飯幕の内って感じですね。何でしたっけ、なんか、もともとはなんか、歌舞伎かなんかの、その、ね、幕の内側でね、役者さんがね、化粧とかしますから、そういうのが落ちないようにってね、一口でパッと食えるように、こういう俵型のご飯になってるとか、なんかね、いろんな用例があるんですよね。だと、冷めてても美味しくなってるようにね、作ってくれますからね。こういうところで買うときは意外と、いいんですよ。うん。魚をいろいろバランスよく入っとっていいですね。うん、はい、ということでね、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。いや、あれですね、一つだけでちょっと浮かってたったのが、端っこに写真に、ね、出てると思いますけど、端っこのところにね、なんか封に入ったね、なんかゼリーのカップみたいなやつじゃないですか。私、デザート用のデシーなんかなと思ってたんですけどね、途中かなり食べ進んでから気がついたんですよ。あれ、これゼリーじゃねえなってよく見てみたら、この辺りの名産、わさび漬けだったんですね。これはご飯なしではまずいぞということでね、慌てて封を切ってね、食べましたけど、これはご飯がね、思いっきり進みすぎるやつですからね。うん、危なかった、危なかった。あれ、デザートにと思ってご飯全くなくた状態でペレッとめぐったら、ボシューってなりますからね。ここないですね。飲食提供がないはずなんですよ。完全にこれだけじゃないですか。なもんでね、飲食提供が確かこの店をやってなくて、うん。フード注文のボタンがないですんで、多分そうなんだと思います。モーニングサービスもないのかな。だったら別にモーニング待たずに、朝練でね、試練で書いてもいいですし。うん。まあ、とりあえずちょっと紙に取るかな。いや、でもロッテ戦良かったな。これね、ちょっといろんな大人の事情というか、まあ、単にここがね、パリーグルが見れるものですもんでね、開発さんは、パリーグ TV を見とったわけで、まあそういうあれですけど、まあ今日はいい一日だったんじゃないでしょうか。よし、いや、とりあえずね、おいしくいただきました。ごちそうさまでした。まあ、幕の内の方まさにそう、食いたくて感じで、まあまあ、そうですね、サンドイッチもね、そきのない感じのね、定番って感じのね、王道ですよね、定番は王道でございますからね、久しぶりにここだけ王道のね、やつも食ったなってことでね、ちょうどいい具合ですね、ちょうどいい具合なんでね、ちょっとここから軽くね、休みをとって、で、明日に備えようじゃないかと思います、ちょっと早いですけど、多分、で、そのうち、多分友達から電話かかってくるとは思いますけど、
まあそんなところですね。いらっしゃい。だったらとりあえずね、今度が一回ちょっと閉めようと思いますね。ということで、少しとありがとうございました。